最近、日本の小学生たちの姿が盛り込まれた映像が再び注目を浴びて大きな話題を集めています。あるオンラインコミュニティには、日本の小学生たちの心温まる映像というタイトルの投稿が掲載されました。その映像には、横断歩道で先に道を渡るよう促した運転手に挨拶をしながら感謝の意を表す日本の小学生たちの姿が映っていました。見ただけでも心が温かくなって微笑んでしまう映像でした。特に投稿には3つのドライブレコーダーの映像が一緒に添付されました。最初の映像で、運転手は日本の閑静な道路を通っていましたが、信号機のない横断歩道に近づくと、運転手は速度を落として止まりました。すると、小学生に見える2人の子供たちが素早く道を渡っていきました。歩道に到着した子供たちは車に向かってペコリと挨拶をしました。先に渡れるよう配慮した運転手に感謝の意を表したのです。2つ目の映像でも、横断歩道の前で子供たちが先に渡るように車が止まりました。子供たちは急いで道を渡り、歩道に立って運転手に頭を下げて挨拶をしました。最後の映像を見ても、同じように心が温かくなりました。映像には、黄色い帽子をかぶった5人の子供たちが道を渡る姿が映っていますが、小学生たちは道を渡りながら運転手の方を向いて挨拶をし、歩道に上がってからも再びペコリと挨拶をしました。これは、スクールゾーン内で交通事故が発生した時に運転手を過重処罰する民宿法を悪用した事例が蔓延した韓国とは全く違いました。だから、もっと感動的だったのです。映像を見たほとんどの韓国人は、本当に素敵だ、韓国は民宿法で遊ぶせいでスクールゾーンの運転は敬遠されるが、韓国とは正反対だ、子供たちがひよこのようにみんなでペコリと挨拶するのがとても可愛い、車が待っていると急いで走っていく姿がとても愛らしいですと反応し、中国のネットユーザーも同じ反応を示しました。中国は、小学生たちが暴れなければ幸いだ、日本の小学生たちと運転手は配慮があって礼儀正しい、中国ではありえないことなどの反応を見せました。韓国の場合、日本とは違って、横断歩道を渡るときは歩行者が通るのを待つのではなく、車が先に疾走します。そのため、韓国式の運転文化は間違っていると指摘されています。韓国も、運転手は歩行者を待ち、歩行者はそういう運転手に感謝の挨拶をする、日本の先進的な交通文化を学ぶべきではないでしょうか。実際、中国ではこんなこともありました。小学校の正門の前では、子供たちが3355でペアになって登校していました。その時、機材をたくさん積んだ貨物車が6車線のうち一番端の歩道の隣の車線で右折し、止まるどころかクラクションまで激しく鳴り響かせて走っていきました。子供たちは心から驚いていました。ところが、ここは過去に右折禁止の場所で、右折した25トントラックに一人の小学生がはねられ命を失った現場でした。しかし、日本のスクールゾーンの場合は異なります。日本は、学校を中心に半径約500メートル以内をスクールゾーンと定めています。保育園や幼稚園の近くもスクールゾーンとする地方自治体もあり、道路標識や路面標示、電柱などに貼った案内板などを通じて、運転手がスクールゾーンであることに気づきやすいようにしています。日本の小学校の前の風景を覗いてみます。午前8時ごろ、日本東京新宿区牛込中の小学校には、登校する子どもたちが大勢いました。通学路の隣にある一方通行の道路では、車が時速約20キロで徐行中です。横断歩道の前では、さらに速度を落とし、子供が道を渡ろうと横断歩道の近くに来れば、間違いなく車を止めてくれます。そして、子供が安全に渡ったことを確認した後、再びゆっくりと動き始めます。信号や交通指導をする人は一人もいないのに、20分間この道を通った20台余りの車すべてが同じ動きを見せました。学校の前であった運転手の
松井隆さんは、私も運転中にスクールゾーンの標識を見ると停止線や速度に気を使うと話していました。特に通学路の周辺には駐車された車が1台もなく、歩行者の安全はもちろん快適だと感じられるほどでした。本当に胸がいっぱいで誇らしく美しい光景と言わざるを得ませんでした。最近は日本人の驚くべき市民意識を見せてくれる映像が再度公開され、海外のネットユーザーから注目を浴びました。映像には日本の小学生たちが登校する様子が映っていました。この映像は公開されてすぐに反響を呼びました。映像の中の子どもたちは横断歩道の前で並ぶ姿を見せましたが、これは他国では想像もできないことだったからです。アメリカとヨーロッパの人々も初めて見る光景だと驚きを隠せませんでした。アメリカ人だと自己紹介した女性は、どこの家の子供たちなのか、おやつでも買ってあげたいです。親がどれほど礼儀正しい方なのか、子供の行動を見ただけで実際に会わなくてもわかる気がします。こういう子供たちと親がいる日本は本当に素晴らしい国だと思います。と絶賛しました。もう一人のアメリカ人は、アメリカでは銃を持ってマートを荒らしたり麻薬に手を出したりする子供が多いけど、日本は全然違うわね。横断歩道で並んでいる姿を見ると純粋さが感じられる。少し譲って注意を払いながら相手のことを考えれば交通事故を防げるし、周りの人の心まで温かくさせる。秩序整然としていますね。日本人は昔から相手を配慮して礼儀正しいことで有名です。胸に響く光景です。日本は秩序をよく守ることで有名だ。日本で大地震が起きた時、それよりもっと驚くべきことは、落ち着いて秩序整然として他人を配慮する日本人の市民意識だった。日本の国民が見せる高い秩序意識と行動は世界の人々を感動させ、感嘆させた。彼らはショッピングセンターやコンビニなどで数百人が順番に並んで秩序を守る姿を見せ、これは世界中の人々から拍手喝采を浴びた。私の知る限りでは、日本人は並ぶのが上手だと聞いている。いや、行列を楽しむというか、いつか一度日本に遊びに行って有名なラーメン店の前で待つことがあったが、日本人はなんと2時間も文句を言わず待っていたのだ。日本人は秩序意識が本当に高いと思う。実際、日本人の市民意識については世界が注目するほどです。さらに東日本大震災の時も、避難所は混乱せず不適切な話も出ませんでした。救援物質の配給が遅れていることについても政府や自治体を批判したり非難したりもしませんでした。学校や公園の避難所では、日本人が長くは2時間ほど並んで水と食べ物の配給を受けました。それでも普段のお昼に飲食店の前で並んでいる姿と同じでした。避難中の人々は毛布をかけておしゃべりしたり寝たりするだけで、泣いたり怒ったりする姿は見られませんでした。このように絶望的な状況で混乱も絶叫もない日本人のこうした落ち着いた姿に、世界は驚きを禁じ得ませんでした。アメリカのニューヨークタイムズは、極端なほど日本人は落ち着いていたと伝え、イギリスのフィナンシャルタイムズは、日本の市民意識は人類の精神が進化することを示していると絶賛しました。また対日感情が良くない中国のメディアまでも、日本人には道徳の血が流れているとして日本を見習うべきだと繰り返し強調しました。また別の避難所では、食べ物がなくなったというおじいさんに中年女性2人が自分の食べ物を渡し、家族8人におかゆ2杯を配給してももっと欲しいという人が現れず、世界中の人々から絶賛を受けています。このように日本人は困難な状況でも秩序意識と他人への配慮の精神は変わらないことを示しました。他人に迷惑をかけないという日本人の心理 DNA も、困難の中で落ち着きを失わない秘密の一つです。日本人は家族と財産を失ってもただ静かに涙を拭うだけで、嘆いたり大声出したりしないのは、
自分よりもっと大きな被害に遭った人がいるのではないかと気を使っているからです。絶望の中の落ち着きと人を配慮して秩序を守ろうとする日本人の姿勢が世界の模範になっているというニュースをお伝えしながら、今日準備した映像はここで終わります。ご視聴ありがとうございました。